眠っておるのか。しかしこの凄まじい邪気、ヒゲにビシビシきますぞ。紛れもなくこやつが鬼どもの長でありましょう。ほう、誰かと思えば橋で会ったガキじゃねえか。久しぶりじゃの。しばらく見ぬうちにえらく強い気をまとうようになったもんじゃ。まあな、てめえらよりもずいぶん前にこの島にたどり着いたから磨き上げるだけの暇はあったというわけだ。わしらが島に来たのを知っておって何故本気で攻めてこなんだ。こっちはこっちで手一杯でな、今にも暴れ出しそうな輩を襲えるのに手を焼いていたのさ。まあまあならねえもんだ。何にせよこれまでじゃな。手下の鬼は総崩れ、もはやお主で最後よ。諦めて降参してもよいのだぞ。最後だと？これまではただの化粧戦だ。てめえはまだ何も倒しちゃいねえし、何も倒せやしねえ。この俺一人すらもな。柱の鍵を返させてもらう。その次は頭と、あの女やガキどもだ。来ますぞお姫様。心配、こやつを止める。よくを見ておれ。このざまではもうさっきの姿にはなれぬじゃろう。これで見逃してやるから、どこかへ去れ。お主は殺すなと頼まれておるしな。殺すなだと？ちカツラだな。つくづく尺に触る野郎だぜ。お主を案じておるのだ。すぐには難しいかもしれんが、いつか腹を割って話し合うがよい。あめえな、そんな気があれば奴の首をかっ切ってやるぜ。それに今頃は。今頃はなんじゃこの大揺れは。おひいさま、あれを。山が燃えておる。始まっちまったな。どういうことじゃ、詳しく申せ。てめえらも聞いたことぐらいはあるだろう。悪神大水地のお目覚めだ。大水地じゃと？バカな、やつはあの時。確かにやつは都の神と足尾連中に遅れを取った。だが死んじゃい。人間だと気づき、この島の地中深く潜んで至福の時を過ごしていた。なんということじゃ。この島にたどり着いたばかりの俺は奴とはすぐに引き合ったぜ。無族の人間抑えきれねえ恨みと怒りに突き動かされている。俺は奴の傷を癒す手伝いをする代わりに、この鬼の力を手に入れた。
共に都を滅ぼした暁にはあの橋を渡り麓の世にまで攻め入るつもりだったが、いや、目覚めただけでこのありさまだ。地中から飛び立つ時にはこんなもんじゃすまない。神々の都を木っ端みじんにするために蓄えた力、この島にひとたまりもねえだろうさ。おのれ！お待ちくだされ。今あやつを撃っても何にもなりませぬ。田植え門との約束もございましょう。だがあやつが報いを受けるのはこれからですじゃ。鬼の力もない人の子がこの島でまともに生きていけるかはお姫様もよくご存知でしょう。そうじゃな、わしらを頼らん限りあやつに安らぎは訪れぬ。しかしわしらもこのままでは。